最高だ。回復する。グッジョブ。分かった。やるな。いいぞ。最高だ。行くぞ。やるな。わかった。行くぞ。ここよ。ここよ。せっ。グッジョブ。行くぞ。やるな。いいぞ。わかった。行くぞ。今だよ。これで決める。
行くぞ。最高だ。連携いくよ。最高だ。うん、わかった。
回避する。行くぞ。やるな。行くぞ。グッジョン、行くぞ。チャンスだよ、チャンスだよ。やるな。うん、わかった。最高だ。うん、わかった。やるな。よし、行くぞ。行くよ。いいぞ。わかった。最高だ。行くぞ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 。ここよ。やるな。うん、任せて。ここよ。チャンス決める。最高だ。行くぞ。行くよ。Oh!
回復するね。回復するんだ。行くぞ。連携いくよ。やってくれるじゃない。回復するんだ。ギリア行くよ。勇気行くぞ。行くよ。回復するんだ。最高だ。やるな。グッジョブ。最高だ。わかった。駆け抜けるの。レベルアップ。行くぞ。チャンスよ。行くぞ。チャンスだよ。行くぞ。駆け抜けるの。いいぞ。うん、わかった。最高だ。うん、行くぞ。わかった。今だよ。一緒に行くよ。はい、ここよ。今だよ。いいぞ。行くぞ。チャンスだよ。最高だ。うん、わかった。あ、グッジョブ。いいぞ。
それも材料として使えるんだ。この辺は SAO の時と同じみたい。うんうん、なるほど。いや、3人揃って何をしているんだ？今ね、みんなで料理スキルを上げていたの。せっかく新しいゲームを始めたから、いろんなスキルを試してみたいんだ。それに素材をそのまま売り払うより料理にしてから売った方が高値がつくのよ。出来によって売り値も変わるから、意外と夢中になったりね。上達の結果がはっきりわかるとスキルの上げがいもありそうだな。それじゃあさ、一緒に料理スキル上げてみない？俺は作るより食べる専門だからな。だったらなおさら自分で作れるようになった方が美味しいものが食べられるよ。違う違う、料理を作るのはアスナの役目って決まっているのよ。ひゃー、熱々だね。もうシノの勇気。まあそんなわけで、でも食材を取ってくるのは得意分野だぜ。時々とてもじゃないけど食べられないおぞましいものを持ってくるけどね。一度食ってみろって。すごくうまいのに。この世界にもスカベンジトードがいるっていう噂だし。慎んでお断りします。あ、そうだ、どうせなら食材探しからみんなでやろうか。面白そうね。アスナがどんな場所で食材を集めているのか気になるし。これでアスナのこだわりの味をマスターできるね。ということで、食材集めが得意分野の人にも協力をお願いしちゃおうかな。もちろん構わないよ。味見させてくれるならでしょ。その通りです。それじゃあ食材探しツアー決定。場所は私が案内するね。美味しいもの作れるように頑張っちゃうもんね。じゃあ準備ができたら向かいましょう。はい、この辺りが食材探しの一押しスポットです。スパイス的な役割をするアイテムも手に入るし、もう少し奥に行くと湖があってお魚も取れるの。他にもキノコや果実も取れそうね。経験値稼ぎに適した場所ならよく探すけど、食材を集めるのに適した場所って気にかけたことなかったな。俺もだ。攻略ついでで手に入るモンスター食材が大半だからな。それでアスナが引くようなゲテモノをいつも持って帰ってくるわけね。美味しい料理を作ってもらうならちゃんと美味しい食材を持って帰らないと。割といけるんだけどな。カエルの足とかトカゲの尻尾とか、なんかよくわからない触手とか持ってこられても困るんだから。君は味の前にまずは元が何なのかをしっかり吟味してください。肝に銘じておくよ。それじゃあ食材を集めましょうか。うん、これくらいで十分。食いしん坊さんの分もちゃんと入ってる？もちろん。おいしい料理をごちそうしてあげるね。ごちそうになります。それじゃあ早速町に戻ってお料理を始めましょうか。あ、向こうで先導してる人がいるよ。ん？俺は。知り合いってわけじゃなくて、俺が一方的に知っているだけだけど。何でも
かなり腕の立つプレイヤーとして有名みたいだ。この世界では黒の剣士って呼ばれているらしい。黒の？それって SAO の時にあんたにつけられていた呼び名じゃない？いいの？呼び名を取られちゃって。いいも何も、人のことをどう呼ぶかなんて自分で決めることじゃないからな。普通に名前で呼んでもらえればそれでいいよ。それにしても確かに戦闘は慣れている感じがするわね。うんうん、体の運びとか自然だし、かなり強いと思うよ。アルゴはあいつが戦闘するところを見て普通じゃないって思ったらしい。そんなに？でも、なんだろう、強いは強いけど、どこか乾いてるというか、淡白というか。本気じゃないってことかな。だとしても、あの感じだと本気を出したところで想像の範囲よね。きっと噂に尾ひれがついたんじゃない？ま、本当のところはどうなのかわからないさ。ただ実際高レベルのモンスターを横取りされたプレイヤーが多くいるらしいんだ。じゃあやっぱり本気を出したらすごいってことなのかな。追っていったら本当の実力を見ることができるかもな。ちょっと。もちろん冗談だって。ダメだよ。今から町に戻ってみんなで料理スキル上げをするんだから。さあ行こう。美味しい料理作っちゃうよ。